よいしょ。はい、こういう風にね、C 鋼で骨組みが作られてるんですけども、まあ、こういったとこですよね。こういったとこに、まあ、砂ぼこりとか、なぜかわかんないけどね、草とかね、木のカスとかがたまるんですよ。まあ、汚いからあまり見たくないでしょうけどね。よいしょ。こんな風にね、砂ぼこりがすごいんですよ。あとはクモの巣とかね、この辺とかすごいんですよ。よいしょ。こういう風にね、すごいゴミが溜まってるんですね。なので、これをね、きれいにしていきたいんですけどもね、どうしようかなーって、悩んでるんですよね。この倉庫はね、水もないですし、砂ぼこりがね、すごくなるなーと思ってるんですね。なので、とりあえずね、大まかに取って、ブロワーとかね、掃除機とかで、吸ったりとかね、してみようかなと思ってます。あとはね、ここどうしようかなと思ってるんですよ。まあ、掃除した後。結局ね、また長い間放置しちゃうと砂が溜まったりとかね、しちゃうかなと思ってるんですよ。なのでどういった対策しようかなってちょっと悩んでるところではあります。まあここにね、養生を張るのかとか、板張ってしまうとか、もしくはポーレタンですかねとかをここにスプレーしてこの溝を埋めてしまうとか、どういう方法がいいのかね、ちょっとわからないんですけども、まあ、とりあえず綺麗にしちゃおうかなと思ってます。何かね、詳しい方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
はい、ですね、ブロワー使ったりとかしてね、こういったね、歯垢の隙間のホコリを吹き飛ばしました。ブラシでね、こすってあげて、ブロワーで飛ばしたりして、結構ね、綺麗になったかなと思います。はい、今日はね、このぐらいにしようかなと思ってます。もうね、だいぶ外もね、暗くなってきてしまいましたね。今はね、フェイジョアの人工授粉の時期なんですけども、こういった風にね、梅雨に入ってしまいますと雨が降ったりしてね、花粉が濡れてしまって、なかなかね、人工授粉がうまくいかなかったりするんですよね。なので、こういうね、雨の日なんかはね、倉庫の方で作業をしようかなと思っております。特にね、ご紹介はしてなかったんですけど、マキタの 18V のブロワーですね。これ使って歯垢の隙間のホコリとか草とかね、飛ばしました。やっぱりね、思った通りすごい作業しやすいかなと思いました。歯垢を使った、鉄骨の倉庫とかお持ちの方は結構役に立つんじゃないかなと思いましたね。すごい便利でした。はい、ナオトでした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。